一押しお疲れ様です。海外だから行けないのでここでまつりちゃんに大好きだよ、行きます、ありがとね。そして現場に行ったまつりすにも嫉妬だよ、みんな嫉妬されとるぞ。でもね、タイムライン見てたら、エゴさしたりしてたら、あの嫉妬してるまつりす一定数いたね。そうなんかいいなみたいな、いや俺も行きたかったみたいな、そうそうそう、まつりちゃんが他の女を見た、他の男を見たっていう言われてたね。うん、みんなに会えてよかったねって本気で思うけど嫉妬もするよ。え、じゃあさ、まつりがさ、わざとさ、もう今日会った人めっちゃ可愛かったなーとか、今日会った人も本当にかっこよかったなーとかさ、わざと言ったらさ、ってなるの？え、かわいいね。わざと言おうかな。え、ヘラるからやめて。まつりすメンヘラ多いんだよな。なんでだろう。ルイはトーンを呼ぶなのかな。まつりメンヘラじゃないけどね、最近。最近全然メンヘラじゃないけどね。めっちゃまつり最近元気だけどな。すごい。すごい元気だけどな。メンヘラなんか。周りからの認定がメンヘラなら、本人がどうかじゃないからね、そういうの。周りから見てどうか。ピチュピチュ。メンヘラか、じゃあ。ほな、メンヘラか。ほな、メンヘラやったわ。ちょっと、今の言葉刺さった。説得されちゃったわ。そっか。まつりちゃん、メンヘラ製造機。え？まつりが？なんで？え、まつり結構、あ、私言われたことある。なんかね、まつり結構依存体質なんですよ。な、人とか曲とか食べ物、なんでもなんだけど。で、パッって話すの。だから、うん。なんかね、女の子とかに毎日遊ぼうみたいな。好き好き遊ぼうね、今日何する、今日あれしよう、エーペックスしよう、バロラントしようね、アークしない、ねえねえねえみたいな。マイクラの祭りのサーバー作ったからさ、マイクラ一緒に2人でやろうよ、ラフトやろうとか言ってめっちゃ送るの、毎日毎日で、なんかスッて祭りが引くから、あれ祭りちゃんあれってなることが多いっていうのはあるから、そういうことなのかもね。なんか、まつりちゃんってめっちゃ俺のコメント読んでくれる、まつりちゃん俺のいいねめっちゃしてくれる、なんかリプ他の人より多いかもって思ってたら、急にパッあれまつりちゃん最近俺のコメント読んでくれない、なんでってなるのかもしれない。俺のコメント読みすぎって思ってた日が運の月。でもマジそんなつもりないんだよ別にね。コメントは目に入ったやつを読んでるだけだから、そんなつもりない。無自覚が一番恐ろしいんですよ、メンヘラ製造機。おー、製造しないように頑張ります。前まではファンボもコメも読んでくれたのに、読みました、責任取ってください。じゃあちょっと害悪になる前にブロックしとくわ、さようならっつってごめん、嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘事前防衛っつって無敵あ、こうやってメンヘラが増える、そういうことなの、こうやって、まつりが今の発言がメンヘラを増やす、違う違う、まつりはそんなつもりないって、ごめんね、からかっただけじゃん、ごめんなさいだよ、からかっただけ、無自覚でメンヘラ製造してた、メンヘラ並んで、いい子だからね、ほらほら、あーって、何あーって、何、まるでまつりちゃんの一人が悪いみたいじゃん、違うじゃん、違う違うよ。
祭りはあのちょっといじって反応を楽しんでるだけだから、うん、そう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 、罪な女だね罪な女って言うとちょっとよく聞こえない？モテてる感じするけどいいね、メンヘラ製造機って言うとなんかくずかんでるけど、罪な女って言うといい女がこう演出されるから、ちょっとみんなメンヘラ製造機じゃなくて罪な女って言ってくださいね。言い方もちゃんと大事だから、罪な女だねじゃなくて罪な女っていうこのセクシー感出していただけたら嬉しく思いますこんばんは、ショホロライブの罪な女、みんなのアイドルの祭りも祭りです。新挨拶が生まれたってこと？いや、罪な女って多分言ったらはってさらに言われるよ。清楚担当の時より多分はって言われる